Hi there, how do you, JBR? 今日はですね、新宿に来ています。夜中のですね、今12時過ぎなんですけども、なんでこんなところにいるかっていうと、これからですね、行く行く詐欺をしててなかなか行ってないちょっとコーヒー屋さんに夜中に行ってみようという企画でございます。で、なんでこんな時間に行くかっていうと、この時間に来てくれっていうふうに言われたからなんですね。ということで予告しているので行ってみたいと思います。花園神社からねスタートしたんですけど、花園神社は今日は関係なくて、花園神社の近くにそのコーヒー屋さんがあるんですね。で、場所が分かりやすいようにと思ってここからスタートしたんですが、歩いて多分3分4分ぐらいですかね、ここから。今花園神社の隣がね工事中なんですよね。ビル解体してんのかな、改装してんのかな。今工事してるこのビルと東京信用金庫の間の道を左に曲がっていきます。詳しい方だとね分かると思うんですけども、新宿のゴールデン街とか新宿の区役所とか、その辺が近いんですよね。で今通ってるのが、花園神社の西側になります。ここからもね、出入りできるっていうことですね。で今日は、土曜日の夜、まあ、日曜日になったばっかりなんです。結構元気のあり余ってる方がいっぱいいらっしゃる感じですけど、今日はね、土曜の夜、日曜になったばっかりっていう感じの時間帯なので、この繁華街、ゴールデン街も近いし歌舞伎町も近いんですよね。なので結構いろんな人が歩いています。さあこの時間に行って本当にコーヒーは飲めるんでしょうか。そしてこれが有名なの吉本興業の事務所ですね。そしてその蓮向かいですね、テルマ湯。新宿の都心のど真ん中に温泉が湧いているという。はい、では今日お邪魔しているところのね店主のすぐるさんでございます。あ、よろしくお願いします。浜田コーヒーフリックスのすぐると申します。はい、どうもです。それでは今回伺ったサモエドコーヒーフリックスの場所を地図でご説明いたします。地下鉄の東新宿と新宿3丁目の中間あたりに位置しています。新宿駅からもアクセス可能です。今回自分を新宿3丁目駅を使ってまず花園神社に向かいました。そして靖国通り側の入り口付近から撮影を開始しました。サモエドコーヒーフリークスまでの経路は矢印の通りです、ね。今日初めてやっと来まして、くるくる詐欺がやっと今日解消されたんですけど、やっと来ていただいた。今日はね、おすすめの、ホットコーヒー、アイスコーヒーでラテかな、はい、3種類お願いしようと思っております、はい。ということでここは、オープンいつだったんですかね。去年の2月にオープンしたので、まあ、1年とちょっとくらい経ちました。じゃあ結構あのコロナが落ち着くかどうか微妙な時期からってことですね。もうコロナ、うん、結構全盛期くらいですかね。どうなんだろう。結構人最初いなかったです、全く。この場所がね結構面白い立地ですよね。テルマーユとか吉本さんとか近くてね。そうですね、ゴールデン街が近かったりとか、うん、もうすぐそこに行くと歌舞伎町だったりとかして、うん、はいはい、はい、まあ、結構いろんな面白い方々が多いです。で今日もあの来る時にね、あのちょっと背景だけ、その後ろだけ背景っていうか、背中だけ映させてもらいましたけど、はい、ね、あの3名ほどこちらでねコーヒー楽しまれてる方がいらっしゃったけど、ね、常連の方なんですか。あ、よく来ていただく方で、なんかあれですね、昨今どうしても例えばスタバみたいなとことか、うん、ドトールみたいなとことか、うん、もうチェーン店でただコーヒーを頼んで飲むだけみたいなところ多いと思うんですけど、コミュニケーションがあるっていうのはいいですね。あ、じゃあ結構、まあ、コーヒー楽しんでいただくのももちろんなんですけど、うん、結構お話、まあ、今日の仕事どうだったとか、うん、大学受かったとか、そういう話ができて、うん、まあ、結構楽しんでいただけるようにしてます、頑張ってます。ね、やっぱそういうの励みになるしね。やっぱコーヒー飲むときって、なんていうんですかね、こうあんまネガティブなときにこうコーヒーってあんまり
イメージがないですね。なんとなく、うん、僕のコーヒーの師匠からの教えで、コーヒーっていうのは未来の話をするためのドリンクなんだよっていう教えがあって、はいはいはい、まあ、あんまり愚痴とかもたまに聞くことあるんですけど、そういうよりかは将来こういうことやりたいなとか、なんかそういうなんか前向きな会話ができるような風になればいいなって思ってます。ね、いいですねそれはね。確かになんかこうオフィスの中でコーヒー飲む時とかもね、あのまあ将来のビジョンだとか考えながらね、会議したりするでしょうからね、きっといい方向に向かうためのドリンクとしてね、みんな楽しんでほしいですよね。はい、ではじゃあまず一杯目お願いしようかな。はい、じゃあ作ってまいります、うん、はい、よろしくお願いします。最初は僕の一番今推しているコーヒーをちょっとご用意しようかなと思います、はい、コロンビアのコーヒーなんですけれども、コロンビアの、はい、エルパライソっていう農園のコーヒーで、はいはい、めちゃくちゃフルーティー、トロピカルフルーツがバンバン出てくるような、まあ、フルーティーなコーヒーということで、ちょっと楽しみですねそれはね。ちょっとこれ、うん、飲んでみてほしいと思います。はい、じゃあお願いします。なんかチェーンのコーヒー店で見られない光景が見えますね。いっぱいいっぱいお作りするっていうのは、まあ、結構こういう業態というか、うん、こういうカフェの強みかもしれないですね。ね、もう立ち上がると顔が見えづらくなります。これは温度計ですか？そうです。温度86度で入れてるんですけど、これが1度でも変わると全然味変わっちゃうんで、いつも測ってやってます。はいはいはい。確かに店名にフリークが入ってるだけのことはありますね。いや、僕自身がフリークでありたいっていう気持ちもこもってるんですけど、まあ、何よりも最近お客さんの方がフリークなんじゃないかっていう負けてらんねえなっていう。なるほどね、戦いもあるわけですねそこに。そうです。コーヒー好きな人はね、やっぱ自分自身で豆を例えば買ってきたりとか、焙煎にもかなりねこう買うときに注文したりする人もいるだろうから、手ごわいですね。そうですね、もう、いろいろ注文が多かったりとかすることもあるんですけど、まあ、とりあえずうちのコーヒーを飲んでくれというスタンスでやっております。なるほど。どうしましょう、ラテとかもなんかもう作っちゃいますか？あ、もうなんか作れるものは作っちゃってもいいかも。じゃあ作っちゃいます、はい。
ドリップコーヒーコロンビア、エルパライソ農園のブルボン品種ナチュラルっていうプロセスのコーヒーです。ありがとうございます。なんとなく吉本さんをバックに飲んでいきたいと思います。いただきます。あれだ、ロゴが見えた方がいいね。ロゴが見えた方が、はい、こちらでございます。いただきたいと思います。フルーティーということで、どんな感じだろう。あー、本当だ、なんかこうなんとも言えない甘みがある。フルーツの甘み、うん、ねえ、コーヒーにこんな、なんて言うんだろう、こうフレーバーというか、うん、ついてるのすごいね。それはコーヒーのもともと持ってるフルーティーさなんですね、うん、コーヒーっていうのはもともとフルーツ、うん、はいはい、コーヒーチェリーっていうフルーツから作られる、うん、まあ、その種を焙煎してた、あの飲んでるわけなんです。はい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 、はい、そういうフルーツに由来するそういう酸とか甘みっていうのを、うん、こういう浅入りのコーヒーでは楽しんでいただく。なるほどね。いや、これはちょっと新しい発見かもしれない。いや、これ結構飲んでほしいかも。で、万人受けするし、特に女性は好きかもしれないですね、これね。なんかこう、今まで飲んだ、例えばキリマンジャロとかモカとか、そういう酸味とまたちょっと似て非なるものというか、ね、うん。これは深いな、いろいろ。あの、浅入りなんだけど深いです。パック言うてる間にカフェラテができそうです。お、素晴らしい。なんとこの手際よ、この手際ね。で、そのつぐるさんはコーヒー好きだなって最初に実感したのっていつぐらいなんですか。僕はね、結構スタートが遅くてですね、うん、コーヒー実際に飲み始めたのも、うん、24歳とか5歳とか、意外と学生時代からとかじゃないんだね。学生時代なんかコーヒーのこの字も知らない。うん、自分なんかこうテスト前にガブ飲みするタイプでした。うん、ちょっといいところなんで取っていただいて、はい、うちはラテアートっていうのをあえてしない。ああ、はいはい、まあね、よくなんか絵描くやつありますね、中でね。そう、こちらがカフェラテでございます。並べてるとこうですね、はい。それでは続けてラテいただきます。めっちゃクリーミー、すげえクリーミーなんですけど、こんなラテ飲んだことない。あ、ちょっとお客さんもいらっしゃいました。このラテの入れ方なんか秘密がありそうですね、これ。言えないだろうけど、企業秘密使ってる豆が一番結構でかいかなと思うんですけど、うん、あの結構ラテに使われる豆って、うん、例えばブラジルとか、うん、コロンビアのちょっとナッツとかチョコレートみたいなボディ感のあるコーヒーっていうのを使うことが多いんですけれども、うん、うちはそういうのをあえて使わずに、うん、これ普通にドリップで飲むようなコーヒーっていうのをエスプレッソで抽出してラテを作ってる。そうすることによってコーヒーのフレーバーを楽しめるラテっていうのが出来上がる。なかなかやってるお店はそこまで多くないです。というか、なんだろう、このどう言えばいいか分かんないけど、テクスチャーって言ったらちょっと液体だから何なんだけど、テクスチャーであったのさ、あのふわふわするんですよ。この一般的な、例えばこのラテって、もちろん泡が立っててクリーミーなんだけども、泡してるじゃないですか。泡してます。これはもうコーヒー自体に何かこうエアー感があるんですよ。全然違う、こう口当たりが。なんでこんなものが仕上がるのか、もうこれなんか魔法使ってますかみたいな感じ。本当にスチームにちょっとコツがありまして。なるほど。できるだけその泡の層っていうのを薄くして、つるっとした質感に仕上げてっていうのは僕のカフェラテです。
いやこれマジおすすめ、めっちゃ美味しいですよこれなんだろう、飲まなかったらそんぐらいの感じ。これはね、ぜひここ来たら、まあ、本当、牛乳好きな方ぜひこれ試していただきたい、本当に、うん、他のラテと全く違います。これは絶対お願いしますそこまで言っていただけると嬉しいです。そこまで言う価値がある、これ本当に美味しい、うん、ありがとうございます。はい、じゃあそれではそのケニアいただいてみたいと思います。あ、なんとなくわかる、そのトマトっぽい感じトマトっぽい感じ、うん、確かに酸味なんだけど、うんうん、どう表現したらいいんだろう。後味的にすごくこう、なんだろう、こう野菜感ちょっと野菜に似た何かを感じるけど、でも全然その青臭さではなく、うん、こう熟した感じがふわーっと広がる、うん、ね、うん、へえ、うん、これすごいすっきりしてる、すっきりします、すごいすっきりしてる、ケニアの中でもすっきりしてるもん、うんうんうん、なんかこう、なんだろうな、考えが煮詰まっちゃった時とかに飲んだらすごい次のなんかヒントがひらめきそうなんかそんなイメージ、あくまで私の体感ですけど、うん、保証しません、はいケニアのアイスドリップは夏がおすすめなんです、うん、じゃあこれからね気温が高くなるといいかもしれないですね。あ、そうですね。収録してるのは今4月の何日だっけ、8日だっけ9日だっけぐらいですね、はい、そうか、ん、8日の土曜日ね、で明けて9日と、その深夜でございます。でこの深夜のコーヒー、この時間帯に開けようと思ったのは何か理由があるんですか？もともと僕がコーヒーを飲み始めたきっかけになったのも、うん、まあ、そのお店が夜営業してるお店で、はいはい、こう仕事終わりとか疲れてる時に、うん、まあ、コーヒー飲みに行って、うん、店主の方と、まあ、いろいろ仕事はああでもないこうでもないみたいな話をしたのが、うん、僕のコーヒーを始めたきっかけだったので、まあ、それと似たようなことをしたいなっていうのが、なるほど、ね、思ったんですよね。まあ、そうですよね。なんか夜寝る人はなんかカフェインがどうとかやって飲まないイメージはあるかもしれないですけど、自分とかも結構夜行性だし、その飲む人いますよね、夜ね、飲みたい人とかだし、うん、いつねアイデアがひらめくかなんてわからないし、特にフリーランスの方なんかね東京多いし、多分需要があるんじゃないかなと思いますね。私この新宿自体がね夜やっぱりずっと稼働してる街だからね、きっとここに立ち寄る方は多いんではないかと思います。はい、ということでね今日ね3つコーヒーご紹介いただきましたが、何種類ぐらいあるんですかね。常にご用意している豆の種類は10種類、うん、10種類、それがアイスドリップ、ホットドリップにできたりとか、うん、カフェラテできたりとか、うん、いろいろバリエーションがあったりとかして、うん、いろいろ楽しんでいただける飽きのこないコーヒー屋となっております。はい、ありがとうございます。それではですね、このいろいろお店の特徴があると思うんですけども、営業時間は何時から何時でしょう。営業時間今は6時から夜の2時まで、あ、夕方の6時から夜の2時まで。なるほど。なんですけど、もしかしたらちょっとこれから帰るかもしれません。ああ、じゃあそれをチェックするには何を見ればいいですか。インスタグラムをやっておりますので、はい、そちらをぜひ見ていただければなと思います。インスタグラムですね、こちらになんか QR があるんですけど、これお支払い方法と一緒に写ってこれですかね。はい、そうです。後で概要欄にいろいろURL 自体も貼っときますけども、ご覧いただければと思います。お願いします。はい、はい、あとお休みは何曜日ですか。お休みは毎週水曜日いただいております。水曜日ということは水曜日以外で皆さん来ていただきたいということですね。はい、はい、その他、何か、告知ございますでしょうか。まあ、これキッチンカーという形でやってますんで、うん、もしちょっとここで出店してほしいみたいなお話があったら、ぜひメッセージとかご連絡いただけると嬉しいです。はい、ということはこの車自体を移動させて
例えばさせることもできます。はいはいはい。じゃあその例えばイベント会場の脇でとか、あ、 そうですね、そういうことができるということね。はい、はいはい。じゃあ興味がある方、イベンターの方はぜひね、アクセスしていただければと思います。インスタグラムのメッセージとかで出せばいいのかな。はい、はい、じゃあ皆さんご検討いただければと思います。はい、それでは、すぐるさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてお値段なんですけども、その時に入っている豆によって上下しまして、だいたい1杯1000円前後となります。今回は3杯で3500円でした。キャッシュレス決済も可能です。ということで今回はサモエドコーヒーフリークスのご紹介でした。コーヒーが好きな方はぜひお立ち寄りください。それではまた次のビデオでお会いしましょう。 I hope see you guys again soon. Bye. Thank you guys for watching. If you like it, don't forget to press the like and subscribe to my channel. 最後までのご視聴ありがとうございます。もし気に入っていただいたらいいね、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。